またお会いしましたね大丈夫心配いりませんきっとうまくいく学校に行くのがつらかったり集団生活に馴染めなかったりしてるならばとにかく自分が息のしやすい場所を大切にしてほしいと思いますゲーム漫画小説何でもいいですこれをやってる時ちょっと楽だなと感じる場所ですそれではお先に失礼します